話したい何話したい私とお話がしたいかい6周年記念コンサートプレミア瀬戸内シートで当選しましたお登録が出てなんか落選した方もいるよねいるよね ラジオトークはコメントトできるよラジオトークもこんな感じでコメントできるデロンギコーヒーメーカー持ってますか いや持ってないね <laughs> 何それえピンポイントすぎないそこで解雇かのスタンプいやラジオトークで解雇かのスタンプを投げてくださいよろしくお願いしますで、今日は深夜ラジオオールナイトニッポンで ラジオがあるのでみんなでそれに向けて頑張ります投げたらどうなるんえっとね投げたらあの投げたらですね今ラジオトーク総選挙というのがありましてあのラジオが ラジオ特別番組が、に出演することができます。逆にスタンプを送ってくれないと出演することができないので、皆さんぜひよろしくお願いします。ST40 と背負って。やってきてますから 笑顔ですよー。笑顔ですよ。あと10分で、あと10分ぐらいで、ラジオトークの配信が始まりますから。ラジオトークの配信時間になる。あ、とね、髪切りました。え、ちょっとおまけみたいに言うのやだな。隠しとけばよかった。なんと、髪を切りました。 まあでもね、若干の変化。え、わかる。ねおまけみたいに嫌だな、髪切ったことに対して。き、気づいてたよ。え、それ気づいてないね。本当に短くなりましたよ。まう、あ、ちょっとだけ。 でもなんかあのまぁ、あ、ちょっとだけまぁ、あ、ちょっとだけあ本当だますまあちょっおまけみたいに言うだな髪切ったことはこうドーンと言いたいんですよドーンと言いたいすごい短くなったね 40cm ぐらい切ったいや切ってないいちょっと <laughs> きったセンチで言ったらねいやもうどれぐらいなんかなどれぐらいなんかなもう大々的にドーンって言いたかったのにそれは失敗ということで不発ということでまあねでもあれですよ調整髪の毛の調整です ロング希望いや意外に多いですねロング希望いつか伸ばすようになるのかなも私もう伸ばした伸ばしてみた今日はあっあるんですよねただいやーなかなかね伸びないですね マジでで伸びないですね切るから私がそう我慢できないんですよねコカはショートショートですか一回ショートにしたら伸ばすのほんまにそうなんよほんまにそうもうこのね このシャンプーとかリンスとかドライヤーとかヘアセットのこれを知ってしまったらなかなかだからそうなんですよなんでそんな肌切るの最近ねなんかね肌の調子はいいんですよあんまり。 規則とらしくないのに生活こんにちは。あ、でも朝は起きちゃうから7時に。どうしても起きちゃうんだよね。昨日も2時ぐらい寝たんですけど。結局7時に起きちゃうんですよね。んなんだろうね。7時に起きちゃう。こんにちは。 こんにちは。皆さん、この後は、ラジオトーク配信に。 スタンプ投げてね。頼んだよ。私はスタンプ投げて。聞いてください、聞いて。スタンプ投げてください、蚕子カーの。やんやんガール。ラジオトークというアプリです。この後、ラジオトークしたいと思います。聞いてください、ラジオ。それでは聞いてください。蚕子カーのラジオ。 <laughs> ね、ってかだから今日さ7時に起きちゃったからさもうツイッターとかインスタとかなんかちょっと暇な時間があったっけツイッターとかインスタとかあのー、もういっぱい更新したもんいっぱい更新しました SNS もぜひ見てください見てくださいよろしくお願いします おき,ちゃんおきちゃんと MV 撮影のなんかロッケロッケが一緒でほとんどん一緒であのー、その待ち時間も一緒でめちゃくちゃ一緒に写真撮ったんですよねだからそれをもう載せた 忘れちゃいました。ツイッターですあ。インスタです。あどっちもです。こんばんは皆さん。見た？十一時五十五分。もう？早い白い色の写真持ってください。いやなんかね。 なんか、送れないんですよ、まだ私。まだ <laughs>。もうちょっと撮っておけばよかった、写真。まじね、ある都合、ある都合があって、送れないんですよ。そう、だから、待っててください。もう少しで、送れるはず。もう少しで。 もうすぐ正午ですよ。お、もうすぐ正午ということで、もうちょっとランキング読んどこう、ランキング。13位、タクゾ12位、腰ひカり。11位、スエン。10位、ズカさん。9位、カレパン。8位、ジュナラゴ7位、エリック。6位、メガネおばちゃん。5位、ハンシタン。4位、ノッシー。3位、スバル。2位、マキマキ。 1>, 1位は、ぽっぽやしまちゃん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。嬉しい。この、ちょっとの、配信でも見に来てくれて。もうすぐあれですから、ラジオトークに、移行です。あの、移動ですから、皆さん。準備しててください。ラジオトークっていうアプリを、あのー、入れてない方は、アプリをダウンロードして、この後、 もう配信終わってすぐ始めるけラジオトークみなさん12時からでけるねみんなで移動してくださいでね今日さまあこれいろんなあのまあ毎回コーナーを作っとこうと思っててで でそのラジオトークの、まあ、30分って限られた時間なんですけどトークしてたらあっという間に過ぎるんですよ、ね、だからなんかそのまあコメントもできるけどコメントもたくさん読むので拾うのでぜひ皆さん待ってますね。 ここんばんはじゃこんばははにちはお昼休みですか皆さんそんなこともないそんなこともないおっもう58分だってだ30分きっかりに終わるんじゃね昨日さ手こずって1分遅れちゃったんですよ配信始めるのをねそしたらんか本当にに31分ぐらいに終わって 配信が。びっくり。総選挙加藤、加藤。スタンプ送ってください。皆さん。よろしくお願いします。もう。生配信。生じゃ。今から生配信だけど、ラジオ。ラジオ冠番組かかってる系ね。 ください甲斐選手 WBC の抱負 WBC の抱負優勝ですてかなんかすごいですよねなんか監督とか選手とか普通に優勝っていう言葉をさあやばい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 ちょっともうランキング読,読んだよね皆さんこのあとラジオトーク出会いましょう12時からラジオトークの配信です ラジオトークのアプリで聞いてください。お願いしまーす。